1番、2番、3番、4番、6番、5番、ドラドキメダは6レーススタートが切られました。まずは1コースから5コースまでは並んでいきまして、1周1マーク、インコースは1号艇の方が逃げるか、2コースを2号艇先刺し、センター3号艇吉田のまくりです。さらに、あっと後方で6号艇の木村、中を狙いましたが前が上がりまして、ここはトップ争い3艇並んできまして、内からは4号艇の斉藤です。中は2号艇の先、外は3号艇の吉田、この後ろ5号艇石渡も差を詰めてきました。2マーク4号艇の斉藤が回ります。トップ旋回で続いて外3号艇吉田はつけ前、2号艇先が差してきました。先頭4号艇斉藤です。リードは3艇身、トップに立って2周目、スタートは正常でした。後ろは2号艇先、外1艇身、3号艇吉田は3番手、4番2番3番の順、あとは4号艇身切れて、内から1号艇の岡田巻き返しがあるか、あとは5号艇の石渡、後方で6号艇木村という体制になっています。あと5号艇の石渡が危ない。5号艇の石渡がアクシデントか、1マークのところでもたついています。2周目バックスレッジの体制は4番2番3番となっていまして、さらに1号艇岡田4番手、5番手が6号艇木村となっていまして、走っているのは5人の選手。5号艇の石渡がレースができません。5人の選手がホームスレッジに入ってきました。これから最終周回、4番2番3番の順で最終周回に入りました。1号艇岡田、そして6号艇木村、5人の選手が最終周回です。なおこのレース5号艇石渡アクシデントが発生して失格となりました。5番の石渡は失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スピードが乗ってまいりました。予選競争第8レーススタートしました。様子見ながら1号艇トップタイミングでありますが、2番3番4番揃った1号艇の庄司、まずはコーナー先手を取った。2号艇の土屋智則が外の攻撃止めながら内を切り込もうとしたんですが、若干部位を打った3号艇ですが、おっと1番3番おっと落水があったか、一定アクシデントか。枠1号艇の庄司康介先頭、2番手の水は2番3番激戦状態です。前提スターター正常、なおお知らせいたします。4号艇の中里秀夫選手失格、落水でしょうか。1番2番3番4番5番6番です。枠番通りの3対3、2秒、1秒、スタートしました。4号艇ショット警戒、からから4号艇の辰間光弘1マーク襲いかかるが、1号艇ブロック決めるか、辰間果敢にいって、さあ5号艇展開ぽっかり、おっと1番4番2人がもずれた、おっと3番5番も絡んでいる。2号艇空いたスペースを丁寧に回ったら抜けていた2号艇の佐藤明、3号艇の中島健一郎が2番手であります。現在1号艇の天野選手立ち往生か。前提スタートは正常、前提スタートは正常であります。残念ながら1号艇の天野選手失格に敗れます。1番2番6番3番4番5番です。スタートしました。1号艇の末永トップスタート、2号艇の石丸もいいスタートを切っています。1号艇の末永由楽の逃げ体勢まくりにいった。4号艇の菅、刺すのは2号艇石丸と6号艇の松田です。内をついた2号艇の石丸海斗が先頭、外に1号艇の末永2番手、3番手は6号艇松田、5号艇浜野屋、3号艇の3艇並んで4号艇菅最高峰、スタートは正常です。一周にマーク、内から2号艇の石丸海斗がトップターン、1号艇末永切り込んでいく、その後ろも5号艇の浜野屋に6号艇松田が続きますが、先頭は振り切りました。2号艇の石丸海斗です。1号艇の末永中が2番手、3番手は5号艇の浜野に3号艇をの、左右地は6号艇松田、3艇がこの圏内です。2号艇の石丸が先頭です。1号艇末永2番手、左右地から6号艇の松田裕樹、切り込む5号艇の浜野に3号艇の小野はその後ろ、そっと振り込んだ5号艇の浜野にどうやらアクシデントです。
3番手争いは6号艇の松田、3号艇小野が並んで、これから5艇が2周2マークへと向かっていきます。お知らせいたします。5号艇浜野谷健吾、転覆のため失格です。5号艇浜野谷健吾は転覆のため失格となっています。それではただいまより水面上では第11レースのスタート展示を行います。なおこのレースも引き続き安定板を使用してレースが行われます。対戦メンバーは1号艇椎名豊、2号艇萩原秀人、3号艇山田哲也、4号艇西山隆弘、5号艇柳生大治、6号艇小野達也、以上のメンバーです。チルト角度は3号艇がマイナス 0.5 度、5号艇が 0.5 度、他4艇が0となっています。3号艇がマイナス 0.5 度、5号艇がプラスの 0.5 度、他4艇が0となっています。最後に前走成績です。2号艇6コースから3着、4号艇1コースから2着、5号艇2コースから2着、6号艇4コースから4着でした。進入はインから1番、2番、3番、4番、5番、6番の順。ただいまのスタートは正常でした。続きまして周回展示を行います。1号艇椎名豊、2号艇萩原秀人、3号艇山田哲也、4号艇西山隆弘、5号艇柳生大治、6号艇小野達也、以上のメンバーで第11レースを行います。
ボートレース三国開設69周年記念 G1 北陸帝王決戦シリーズ4日目予選最終日の競争、得点率の上位争い、そしてボーダー近辺の争いは熾烈を極めています。競争水面上、続いてのカード第11レース予選競争です。なおこのレース2号艇萩原秀人選手は欠場となっており、このレースも引き続き安定板を使用してレースが行われます。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。スロー査定5サートは1号艇2号艇3号艇5号艇5号艇からだ1白1枠インから押し切るテスト1号艇堀井内両手の孫崎さす攻めては3号艇の炭田を2段でいって5号艇のからだ切り込んでくるは4号艇の5号艇向こう正面もさあトップラスに踏ん張りましたか。先頭1号艇堀井内後方がすぐ後ろ2号艇孫崎アドゴス3号艇炭田その後方5号艇の5号艇4号艇さらに追走一緒にコーナーの近いスタート水上押さえ込んで1号艇堀井内1点左5号艇の孫崎アウトあって3号艇の炭田打ち合いた誰が来る6号艇5号艇4号艇ホームに帰りました。トップの手前2号艇1号艇のマッチエースは抜き去った逆転先頭2号艇の孫崎2番手が追走1号艇の堀之内3番手争いは6号艇の中一定修正追走3号艇隅5号艇からだレースは2周目の1コーナートップ世界2号艇の孫崎握った1号艇おっと煽られて振り込んで交代しました堀之内です。後方1マーク1号艇堀之内にアクセス発生です。先頭は2号艇の孫崎となっています。ここでお知らせいたします。1号艇堀之内記憶を2周1マークにおきまして転覆のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番でスタートしていきました。わずかにダッシュ勢が好スタート。4号艇がどこまで攻めるか1周1マーク。それでも1号艇の先前4号艇つけ前打ってった包み込んだバックが抜けてさあ決まったつけ前は4号艇津田陸斗一気に独走5停身以上ちぎれまして2番手は3号艇の戸玉3番手に1号艇山田が続いて1艇1マークのところでアクシデントもあった模様。スタートは正常でした。1周2マークをトップ旋回4号艇津田2番手3号艇戸玉が回る後ろから握って1号艇小回り5号艇でホーム側です。2号艇の畑直也は1周の1マークアクシデントにより失格となっています。1番2番3番5番4番6番です。スタートしました。とーっときわっといスタートがありました。1周1マーク1号艇握っていった2号艇3号艇バック側です。お知らせいたします。ただいまのスタートにおきまして4番はフライング返還決勝です。4番に関します投票権はすべて返還されますので最後まで大切にお持ちください。ハイキック。ルーキーシリーズの第6戦です。第8回スカパー JLC 杯開催3日目の攻防、カードは第8レースの予選競争です。対戦メンバーは1号艇小林隆明、2号艇中村日向、3号艇宗行春也、4号艇羽野亮、6号艇柳瀬寛太、なお5号艇で出場予定でした畑直也は前半レース負傷のため欠場をしております。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。あまりスタートキワッと1回1周の1マーク先前する1号艇握っていった3号艇内から5号艇ですが V に接触バック側に入っています。お知らせいたします。ただいまのスタートにおきまして5番6番5号艇6号艇はフライング返還欠場となりました。1番2番3番4番6番5番の並びスタートしました。6号艇が覗いたスタートになりました。かなり踏み込んだスタートを見せています。その後は1番3番4番と出ていって1マーク
号艇岡本をマックルール、3号艇の杉山、内側から4号艇の吉永が切り込んできています。お知らせいたします。6号艇の武田博樹、フライング変換欠場です。6番に関する投票券、すべて発売額と同額で変換いたします。どうぞ大切にお持ちください。